ビニの日清カップヌードルの値段が限界突破してしまうがネットで話題。内容はこちら。コンビニの日清カップヌードルの値段がついに限界突破してしまったようです。では内容を見てみましょう。日清食品カップヌードル236円、税込み254円。物価高騰の波が尋常ではない勢いでさらに加速しているようです。恐ろしすぎます。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。その値段で買うやついるのか。ラオウとか生麺タイプの本格インスタントラーメンみたいなのがこれくらいの値段のイメージ。袋麺が500円するからな。これもう富豪の食べ物だろ。富豪は食わねえし庶民は買えねえし終わったな。誰も買わんわ。250円あればプリンとスパゲッティが食べれる。ファロタ。カップラーメンが庶民の手の届かない商品になりつつあるのかもしれません。次はこちら。高すぎ。昔120円くらいだったよな。カップヌードルは高いよな。CM キモいから買わなくなったな。カプヌーってなんか満足度低い。麺がペラペラだし物足りない。ごつ盛りとスーパーカップがある。まだ安いしそこそこうまい。近所のスーパーごつ盛りカップ麺98円とかだぞ。セブンイレブンの醤油ヌードルがまんまカップヌードルの味だよ。これだけ高いとカップヌードル離れが起きそうな気がしますよね。次はこちら。新製品のカップ焼きそばが280円くらいだった。しかし、こんなの誰が買うんだ。200円超えると、もうワンランク上のにするか、冷凍ラーメンが見えてくるんだよな。カップヌードルは150円が限度だわ。日清の工場で働いてる奴らの給与が上がってるなら良いけども。でも、高いのに貧乏人ほどこういうのコンビニで買うんだよな。コンビニで買うのもうやめたら？カップラーメンはコンビニではなくコンビニよりも割安なスーパーで購入しましょう。最後はこちら。戦争の影響で値上がり、わかる。岸田の増税で値上がり。マジで一日中電気消してスーパーの半額弁当を買うのが日課になるな。ありがとう増税メガネ。これが岸田の望んだ世界。岸田首相、物価高騰対策を早急に講じるようお願いいたします。結論。コンビニの商品の値段がこうも上がるとさすがにコンビニ離れが進んでしまうのではないでしょうか。何せ日清食品カップヌードルの値段が税込み254円ですからね。今の庶民感覚からすればまるで高級品ですよ。それに今後インボイス制度の弊害として多くの企業が値上げを行うでしょうし、イスラエルとハマスの戦争でさらに物価が上がる可能性もあるかもしれません。これから先の日本どうなってしまうのでしょうか。とにもかくにも岸田首相、生活苦に陥る国民を守るために早急な物価高騰対策を講じるようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。